いやでも結構なんか探したんですけどね、ほんと。ここら辺にあるっていうなんか結構有益なね、情報を得たんですけど、あれですかね、ちょっと。あれ海上保安官連絡所みたいな。廃墟マニアのなんかサイトを見たんですけど、私たちを探した時はちょっと見つからなくて。あ、でもほんと、航空って書いてあるんで。やっぱ丈夫っすめっちゃ。はい、ございます。今日ね、どこに行ったかと言いますと、飛行船のね、部品みたいなところを探してたんですけど、ちょっとね、その、あるっていう、ちょっと有益な情報を得たんで、ちょっと行ってみたいと思います。いやー、でも結構なんか探したんですけどね、ほんと。ここら辺にあるっていう、なんか結構有益なね、情報を得たんですけど、結構なんか周りには結構電線みたいなのがあって、まあ、結構こういう枯れ木とか、こういう道路とかさ、なんか、結構、そんな感じの雰囲気があるんで、多分近いなと思うんですけど。あれですかね、ちょっと。あれ？あ、ポイス、ポイス、あれ、ポイス、あれ。飛行機あれ。なんか遠目からは結構なんか、ボートとかが結構捨ててあって、タイヤがなんか乗せてあるなと思ったんですけど、でも奥になんか飛行機みたいなのがあるんで、ちょっと行ってみます。これ、これ、これのことじゃん。あった、これです、これです、これです。これが飛行機です。船があって、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 飛行機ってね。これ飛行機じゃん。え、これ飛行機それちょっとあれ、これ。ね、すごい。やっぱ丈夫っすめっちゃ。なんか見てみたらなんか海上保安官連絡所みたいな。海上保安連絡所、あ、ダイビングスクール生募集みたいな。ただちょっと下は多分英語っぽくなんか書いてあるんですけど、え、そういう感じ。いや、結構横にもこうやってなんていうんですかね、ボートとかあるんで、なんかすごいですね、これなんか日が、あ、でも本当航空って書いてあるんで、航空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 って書いてあるんで、やっぱり飛行機なんですけど、だなんかダイビングですよね。
廃墟マニアのなんかサイトを見たんですけど、そこには結構なんか大学の近くって書いてあったんですけど、多分病院なのかな、病院の近くにあったんで、ちょ自分たちの探した時はちょっと見つからなくて、まあその9号線ですかね、9号線の近くにあったんですけど、まあこんな感じで、ちょっとこんな感じであるんですけど、まあなんか実はダイビングという、まあちょっとこんな感じで、ちょっとありがとうございました。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。